여러분 안녕하십니까? 今日は習慣化のお話をしたいと思います。外国語学習は、まあ10年見ておかないとなかなかものにならないんですね。決意や意思も当然大事なんですけども、これらはいずれ弱まり曖昧になってしまいがちです。弱まったり曖昧になる前に習慣化してしまいましょう。学習の習慣が一番大事なんです。そして、新たに自分で習慣を作るよりもすでに習慣化しているものにうまく乗っかると一番楽です。例えば歯磨きをするときにここに単語カードをぶら下げておくとか、お風呂に入ったとき、また、通勤電車の中でなど、すでに決まった行動、習慣化しているものにうまくドッキングさせていく、これが最も習慣化しやすい方法です。そして、ミレマがですね、毎朝8時に配信しますので、皆さんはこれを毎日お読みください。読む場所も決めてください。通勤電車の中、あるいは職場のお昼休みなど、動画もご覧ください。こうして毎日少しずつ皆さんの学習意欲を刺激し、情報を提供していきますので、うまく活用してください。ウィジーポーダースッコアナ、オヌド、ファイティング!